ラプラス。時空が壊れてきてます。空間の歪みについて。うん。それでラプラスが何か知ってたらぜひ教えてほしいんだけども。どうかな？何かわからないかな？残念ですが、空間の歪みについては僕もわからない。でも、空間を司るものなら知ってる。へぇ。司る。空間を司る。パルキアか！時の空間、時と空間は対になるもの。ディアルガが時を支配していた時のように、空間をまた支配する者がいる。それは誰なの？名はパルキア。空間の歪みをの、の、空間を歪める能力を持つ。空の裂け目に住んでる。空の裂け目。裂け目だらけやな、この世界は。ディアルガの他にも、そんな存在がいるとは。じゃあそのパルキアに会えば、空間の歪みについても何かわかるかもしれない。その、空の裂け目にはどうやって行ったらいいの？幻の大地のようにラプラスも行けたりするの？残念ですが、行けないよな、そう簡単には。僕がわかるのもここまで。ディアルガに聞けばいいんじゃないの？うん、大丈夫だよ。パルキアの存在がわかった時の収穫。まあね。あとは僕たちで調べるよ。ありがとう、ラプラス。See you next. 空の先に住むパルキアが空間を司っているってこと？パルキアか。パルキアに会えば空間の歪みについて何か聞けるかもしれない。でも、空の先目が一体どこにあるかわかんない。上見てみるわ。上見たらあるかもしれん。では、また明日調べよっか。うん。くじけたら負けだよ、ほんと。イベントが続くね。お、わ、地震？おい！シュールなんだけど。びっくりするわ、それお前。めっちゃびっくりした、俺も。来る？ウィッスーみたいな感じじゃん。呼んだーって感じだね。オフロスキーの登場仕方やん、これ。ついに見つけたぞ。空間を歪める。その原因、マジでここで戦うの？パルキアか。空間を司るもの。びっくりしたわ、ほんと。サメ肌の岩の頭の部分壊れてんじゃない？パルキアだって、もう逃げられん。観念しろ。まずい！なんだなんだなんだ？お？ああ、なんか包み込まれた。なに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 ？え？そこから落とさないの海に。おお！なんか包み込まれてる！ああ。ここは。ここは空の裂け目。おお！ものすごくすごいよくこれだな。俺の住みか。なるほど、邪魔する者はいないとあそこなら。勝手に空間を歪める者は許さん。歪めてるわけじゃないんだよ、俺らが。覚悟しろ！まずまずまず、やばい。やばいやばい、後ろ。ああ、もう、何すんだよ。下に落ちたか、おう。しかし、逃がしません。うおー、やべやべやべ。やばい、こいつ。全然話聞いてくれんだけど。やばいって、あいつ、ほんとに。話聞いて？あ、痛い。おお。ガルーラがまた石化してるな。どうやらさ、さっきとは別の場所に落ちたみたい。びっくりするわ、ほんとに。もうびっくりしたよ、ほんと。びっくり、あんなガタイのいいポケモン、ドーンってできる？パルキアはなんで襲ってきたんだろう。ね。空間の歪みについては何か知っていた、言ってたみたいだけど。やっぱでも俺らが空間の歪みに関係しそうやな。でもそれがなぜなのかわからない。とにかく僕たちは狙ってることには間違い、そうね。逃げようぜ、マジで。ちょっとセーブしよう、一回。まあでも復活三つあればいいやろうし。まあこれでいっか。行こう。じゃあ行こう。準備 OK？ 久々のこういう冒険やね、山田。張り切っていこう。張り切っていこう。エルレイド。
あの技もしないやろな。オーバーヒートマジでオーバーヒート欲しいな。山田に覚えさせて。よいしょ。よーし、オーバーヒート。どういう技なんや。いきなりでもいい技拾ったな。周りの敵にダメージ与える。あー、噴煙の介護官みたいな感じか。噴煙強いな、そう考えたら。え、ジバコイル所長いるじゃん。ナイス。ジバコイさんいるね。うわ、闇ラミもいいんだ。結構いんな。いろんなポケモンが。楽園ですね。いや、もうお子さんに、お前ほんと四方八方喧嘩おるからな、まだ。結構喧嘩っぱいの俺知ってるよ、俺。結構、長いこと旅してきたからな。お前がなかなかね、あの血の気が濃いことは分かっとんね。宝箱鑑定の人がいる。宝箱鑑定してくれる人おるね、あそこに。だ、誰？よーし。さあ、ガンガン行くで、ほんとガンガン。ぶっ飛ばしてくからね。ジャイアンの気持ちが分かるよ、今なら。ぶっ飛ばすっていう気持ちがね。うわー、ブネビ。あ、チリンがいる。マジで、あんだけ仲間思いのチリンが裏切った。許せねえ、こいつ許されねえ。カーブバンダナって何よ、これ。何、工藤さんが。投げた道具が壁で曲がる。ああ、そういうこと？これ持って、じゃあ、道具投げたらグイーンって曲がるんだ。喧嘩を売るな、お前は。だから。血の毛が濃い、本当に、こいつは。グミがめちゃくちゃ落ちてる。窓はちょっと、あれかな、さすがに多すぎるか。うわぁ。冬ポケモン。いや、待て。任しとけ。山田。お、見とけよ。俺のこと見とけよ。ふぅよーし。こうやって弾を掴んだ、山田。わかったか。お前がもし一人になっても。不合の種強。不合の種すご。13回。結構どんどん上がってきようけどね。あ、グミあるやん。うわ、ここ、あれなっておった、マジで。グミが爆風に巻き込まれてなくなったんやけど。めちゃくちゃかよ、ここマジで。もうちょっと待って。一回山田下がるわ。噴煙撃ってほしい。噴煙撃って。山田噴煙撃ってくれ。まあ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 。俺がただただ辛い目に遭っただけや。全然いい。誰かが辛い目に遭うぐらいなら俺が辛い目に遭うと。俺辛い目に遭いたくない。マジで山田、お前だけでも死ね。ちょっと、これ無理やわ。すごいね、お前。これも本当に、ダメよ。集まれ玉あったっけ？うわ、ないな、集まれ玉。敵封じ玉使うかじゃあ、とりあえず。山田逃げよう。山田のことやから多分、うわ、やっぱりな。お前血の気多いから逃げねえと思ったんだよ。頼むわ、山田。で、俺も。山田合流しよう。山田合流しよう、絶対。絶対合流しよう。山田、モンスターハウスに近づいてないか、お前。山田、お前、ちょっとモンスターハウスに近づいちゃダメ。だって、これは、山田にさ、山田にこれを渡そう。山田、ちょっとお前、動け。ナイス。お前はちょっと、落ち着いとけ。いや、落ち着け、お前。血の毛が多い、山田、お前。お前、殺したくてうずいてるな。西野カナの殺人バージョン。いいね、山田、そのまま階段乗ろうぜ。お、スリープ。裏切ったのか、お前。ふぅー。あぶねー。マジで血の毛の多い味方持つと大変やな。オッケー、いいね。ちょうど中間。体力も削られたけど、これなら全然文句なし。よーく、耐えた。血の毛が多いな、山田。お前、天才だよ、マジで。天才。喧嘩売る天才。うちの姉貴が小さい頃、ヤーさん、まあ、要はヤクザの人っぽい人に、ハゲっぽいヤクザの人がいて、その時に、ハゲツルピッカ、ピッカピカーって言ったの思い出したわ。うちの姉貴ぐらいちょっと血の毛が強いな。ちなみに、本当の実話です、これ。マジの実話です。親は、その後血の毛引いたらしいな。
やばい、絶対山田喧嘩売る。お前わかる、お前絶対喧嘩売れるやろ。俺知っとんねん、分かっとんねん。俺は本当お前のことをお前より理解してる。お前より理解してる。戻ろう山田、戻ろう。そいつはよくない。よし、空の叫びの奥底はバルキア戦でしょ。来いよバルキア、ワラビアそこ。おーやべえよ、来るぞ後ろからでっけえやつがよ。ほら来た来た来た、脳筋バカ野郎が来るぞ。おいバルキアのバカ野郎、ほんとバカ野郎解散しようよ。赤いても無駄だ、こっからは絶対逃げられない。怖えー、マジで。ほんとびっくりさせてくれもんね。この俺によって、消される運命だからな。脳筋なんだよな、マジでな。リアルガーはまだな、正気保ってても、全然話せるやつやったけど、これ正気のままで話せるやつやから。やだわー。すげえな、首の位置どこにあんねん、ほんと。覚悟しろ。うわー、強そう。めちゃくちゃ強そう。うわ、悪の大魔王の BGM 流れとよ。絶対悪切断してくんじゃん、わかる。待てよ、俺がまず瞬足のタレフ。山田ちょっとそこで待っとって。ここで俺があいつに惑わしの種を投げる。いや目つぶしの方がいいかな。いや惑わしでいいな。でその後俺が猛撃の種を食う。山田は火炎放射とか撃ってほしいな。まあいいわ、このまま俺が突破する。山田二人でやろう。ナイスナイス、いいよいいよ。山田も猛撃食わせるか。ないか、猛撃はないよね。威圧感って何よ、威圧感って。もういい、威圧感の略か。お前やばい、あそこの位置行かれるとめんどくさいから、メイズブッシュとことん行こう。もうここは油断せずに、ほんと。もうじゃあ、なんや、うろちょろしてあの巨体がよ。うろちょろすんじゃねえよ。ちょっと待ってください。バルケさん待って。バルケさん待ってください。よし。弱っ。弱っ。大したことないな、バルケや。うがーやばいやばいやばい、マジやばい、マジやばい。あ、あれ、バルケやの。動きが止まった。お、ディアルガが助けに来てくれた、これ。どうしたんだろう。パルキアは、悪夢に包まれた。どういうこと？どういうこと？いや、もう確かに目つぶしで目つぶしたけど、ルリリーと同じようにな。どっから声が。誰なの？パルキアを悪夢に包まれるって言いたい。そこまで闇の力が広がってるということだ。このままだと世界が闇に覆われてしまう。お前たち、パルキアの悪夢の中に入ってみるか。え、誰これ、誰が言ってんの。なんかさっきから悪夢に結構入ってんだけどね。悪夢の中に入れば、なぜパルキアがお前たちを襲ったのかもわかるだろう。怖い。なんか誰、そんな、この誰かわからん声に。やだよ。入らないよ。なんでよ。まあ確かにトレジャータウンには帰れんな。空の叫びにおるわけだから今。入るかじゃあ。ちょっとパルキアの叫びに入ろうか。入院。あー、セーブしたかったっす。あ、え？パルキアと直談判すんのこれ。お前たちは？なぜお前たちが俺の夢の中に。いや、そもそも俺はお前たちと戦ってたはず。その俺がどうして夢を見ている。パルキアは悪夢に包まれちゃったんだよ。なんだと。お前本当に伝説か、ほんと。大丈夫かお前。俺が悪夢に。なんでやねん。やはりお前たちを生かしておく。もう再戦はいいよ。いっぱいまだ足はあるからね、まだ。全然勝てるから。やめたまえ。たまえ、やっぱりキア。たまえ。聞きたいことが。ちょっと一回話そう。一回話そうよ、ちょっと。ね。何にもさ、原因わからんまま喧嘩してもしょうがないやん。水かけろになるだけやから。そんなの決まっている。お前たちが勝手に空間を歪めている。だからそれが俺らわかんないんすって。
そして全体が悪夢に包まれてしまう。それを止めるにはお前たちに消えてもらうことが必要。ちょっと待ちいな、ちょっとわけわからないそれ。根拠ください、根拠。理由は何かあります？そうでしょ、こう。うん、ちょっと。そうだ、空間の歪み抑えろよ。そうだよ、お前。お前、水道、クラシアン新クラシアンがお前、水道の水出っ放しでお前、帰るわけねえやろ、お前。止めてからちゃんと帰れねえ。だから、クラシアン新クラシアン。確かに俺は空間を自在に操れる。うん。しかし、今回に限ってはなぜかコントロールが効かなくなっている。おい、専門職！それどころか空間の歪みがどんどん増幅されている。知らないよ。知らないですよ、僕たち。お前たちのおかげでな。あざす。お前たちがこの世界から消えるしかない。多分消えてもどうなろうね。責任取れるんか、それで治らんかっても。パルキアもクレセリアと同じこと。わらび。やっぱりクレセリアが言ってたことは嘘じゃなかった。いや、山田。お前たちには悪いと思っている。しかし平和のためだ。分かってくれ。やられるしかないの？ここにいたんですね。うわぁ、クレセリア。闇もとうとうここまで広がっているんですね。おー、譲った。バック方向で譲ってくれたな。早くあなたたちを始末しなくては。全てが手遅れになってしまう。悪い。今の別にパルキアがやってくれたと思うけどね。なんでクレセリアに。まあ、でもやられるならクレセリアなんかなんか、楽にやってくれそうやけどね。パルキアなんかパワー、もう力でなんかしてくそうやからな。無駄だったのかな。努力してもダメだったのかな。覚悟はできていますか。いやー、死ぬ覚悟なんてできないですよ。クレセリア。その前に、最後に聞かせて。僕たちが消えれば、本当に世界が救われるの？はい。間違いなく。世界は救われます。心残りはないですか？いや、あるよ。俺、やる気者に別れを告げてねえんだ、あいつに。うん。僕たちが消えるだけで、世界が救われるなら。ついに。ついに山田の気持ちが折れ始めた。そして自分も。でも本当にこれでいいのか。クレセリアよ、俺はさっきまで怒りに任せてこいつらを襲っていたが、ただこうしてみると俺にはそんな悪い奴らには見えないんだ。以前夢の中でクレセリアは言っていたが、本当にこいつらは悪い奴なのか。パルキアさんもなんか夢 見させられたんやな、多分な。あいつら悪い奴やでっつって、バッて目覚めて、お、あいつら悪いやつか、やるかっつってやってんだろうな。見かけに騙されてはいけないですよ、パルキア。ここで始末すれば、すべてが救われるのです。パルキアも以前から夢の中でクレセリアと会っていた。そしてパルキアは今、疑問を持ち始めている。ということは、すべてはこのクレセリアが言ってるだけにすぎ、ちょっと待って。パルキアさんは、僕たちが歪んでるからなんかこう、そういうオーラを感じて襲ってきたわけじゃなくて、単純に夢の中で、クレセリアに、マジであいつらやばいよと。あの二人やっとかんと世界やばいよって言われただけで俺ら襲ったけ。パルキアスン。マジ脳筋だわ、この人。いや、山田！まだ希望を捨てちゃダメ。そうだ、山田！行くぞ！そうです！希望を捨ててはダメ！お！偽物！え？クレセリアがもう一匹いる。ああ、やはりダークライの仕業か。色違いじゃないこれ。なんだこいつは。ナイスナイスナイス !GG! よかった、間に合った。オーケー、もう今はリンチできるぞ、このメンツなら。クレセリアめ。あと少しでとどめがさせたというものを。わらび、山田、そしてパルキア。よく聞いて。あなたたちは今まで騙されていた。あそこにいるダークライによって。何？あなたたちが今まで見てきたクレセリア、あれは私ではありません。あのクレセリアすべてそこにいるダークライが生み出した原因、私の偽物だったのです。おい、マジかよ、クソ野郎が。ダークライ死にかけたぞ本当に。パルキ謝って、後で
私の偽物を使って騙すあたりはいかにもあなたらしいわね。でもいつも後ろで暗躍し表に出てこないあなたが今回は自分からとどめを刺しに来るなんて随分と珍しいじゃない。焦りを感じてんのかな。びっくりする。ニワトリが今俺たちの目を覚ましてくれたな。ありがとな、ニワトリ。そこのクレスリアの後ろにいる2匹。僕たちのこと。そうだ、よく聞け。空間の歪みを利用し、世界を悪夢に包み込もうとしてるのは、他でもない、この私だ。火曜サスペンスばりに自白し始めたな。私の企みを止めたくば、闇の加工に来い。逃げれると思うんか、バカ、この状況で。めちゃくちゃ横に伝説おるんぞ、パルキアっていう。絶対逃がさないよ、こいつは。こいつは何よりもね、お前のことを恨んでるはずや。逃げられるんかい。大したことねえな、パルキア。棒立ちやねえか、お前。棒立ちにも程があるやろ、お前。そこの2匹よ。闇の加工で待ってるぞ。俺らが行かなかんの？一緒行こう、クレセリア。闇の加工。おー、面白くなってきた。面白いな、ソランダンジョン。